よし。とりあえず、エメラルドの容器になったのか。あー、シールドが容器に変わったって感じか。なるほど、思って。で、相手は何これ？ 3-1 だるいな。エメラルドの容器があるんだよね、僕には。まあ、これは一旦エメラルドの容器でいいでしょう。HP 増やす意味ないな。エグゼスケルトンに関しては。2で出したいやつ。古速なユーズボットいいけどね。ダブルガンナー。これ何？エメラルドの容器か。まあ、端っこでやっててもらいましょう。うわ、来た。やつだ。倒したいのは誰だろうな。こいつも倒したいな。エメラルドの容器も倒しておきたいな。欲が多いけど。きついか、さすがにそれは。さすがにそれはきつそうだな。となると、こいつじゃね？なんか倒せる、あれになっちゃったわ。構成になっちゃった。こいつはどうにでもできるな。エグゼスケルトンで倒せるから。アラボか。ギフトボックス、やっとこうか。え、なんで倒れないんだ、あいつ。え、強っ。ちょっと待って。あー、なるほどね。入れ替わっちゃったのか。え、でもさ、一撃じゃないの？あ、一撃ではない。あ、ここの能力もしかして書き換えられた？なるほど、待って。3ダメージを与えれるような素敵なカードはないけど、まあ、スナイパーボットじゃね、これ。こいつだな。で、あと2あるのか。セントリードローンでもいいけどね。コウモリ。まあ、エグゼスケルトン出しとくか。オッケー。とりあえず、ちょっと追いついたかな。サポート。こいつです。これ次、あれなのか。5ダメになるのきついな。なんか、あれできるやついないか。タンク。まあ、セントリードローンをタンクにしてもいいな。で、まだ4つあるよね。まあ、エグゼスケルトン出してきますか。で、爆弾を、あ、つけらんないのか。こいつでっか、じゃあ。お、これ、勝った？いや、まだなのか。いや、オートバトンにした方が良かったな、これ。まあ、いっか。エグゼスケルトン出して。シールドボットかな、ベタは。これでいい気がします。
なんだっけ。ああ、不確定ななんちゃらか。いてえ。甲府。甲府でよくね？甲府と、まあ、スケルトンと、以上。これでちょっとは行くっしょ。お、悪くないね。アラボー。エメラルドの容器であれしてもいいけどな。まあ、ダブルガンナーの方がいいか。倒し切ったかな、これで。よし、いいね。もうちょっとお金プラスでもらえたな。懸賞金アップ。ダリー。お、これもしかして増やしてくれるタイプ？ダブルガンナーじゃね？ダブルガンナーはマジで強くなればなるほど嬉しいからな。ステークか。ニューカード。お、これうまいな。ジェムガーディアン。ジェムガーディアン悪くないけどな。ナノアーマーを得るんだもんね。扱い難しそうだけど。ジェムガーディアンでいくか。低コスを増やしていきたいね、やっぱり。うわ、爆弾だー。わ、これ結構だいぶかなり大変だぞ。2×5 体でしょう。これエメラルドの容器が邪魔だな、めちゃめちゃ。ただ、甲府はかなりイケイケだね。出せないのか、今は。ここは、一旦目は無視。これは仕方ない、正直。ただ、甲府をここに置いて、一旦目で、いいっしょ。これ勝てる説ある？あと4ターンだよね。8だよ、8。2、4、6、8。あと4つターンないのか。あと4ダメ与えられるように頑張っていきたいねって話ね。微妙だなぁ。まあ、スナイパーが一番いいけどね、現状。これで空きマス狙って撃つか。あと3ターンね。正直やれることはマジでもう殴るだけなので。お、よくね？かなり。これ倒しきる必要ないっしょ、さすがに。あったら終わったって感じだけど。OK。爆発阻止できました。何これ。新たユニットじゃないと。この刃を通り抜けたいのかしら。なんか、どういうこと？通り抜けさせてくれたってこと？取引。シールドボットよ、こんな弱いっけ。あ、こいつ二つ効果があるのか。それは結構でかいな。マナを下げるブルーンの器じゃない？ここは。何と交換しますかっていう話ね。まあ、セントリードローン一個いらんくね？一個あれば十分でしょ。で？来た。グリンジの器もあるやん。いや、こいつら増やしすぎても良くないな、多分。
グリーンとオレンジだから HP とあれだもんね。こっちにしよっかな。ちょっとコスト重いけど、それもあれということで。あれ、こっちから来たのか僕。うわ、道迷っちゃったな。一旦行ってみてもいいけどね。いや違う、これ下側に行きたいんだな僕。戦おう。ちょシールドボット。硬い甲羅。火力2。お前、高えな。火力2か。エメラルドの容器。しかまあ今は出せないから、こいつを出さざるを得ないね。まあ2ターンは耐える。エクスプロボット。あいつを倒すことを目的にしたいな、じゃあ。2。2か。こいつじゃね？こいつエクスプロブドだから爆発するんだよね、殴ると。だから、甲府でよくないか、これ。そうすると、左に移動するっしょ？爆発、あれしてもいけるもんね。で、ダブルガンの攻撃を受けれる。悪くない悪くない悪くないよ。4ね。スケルトンでもいいけどな。シールドボット。スナイパーボットでもいいけどね。これでいくか。こいつを倒して、二ダメ与えてもらってって感じか。エクスプロ、あ、消された。消されてもうた。一ダメージ？これこうです。倒せるっしょ、これで。よし。オーケー、オーケー。来たー。左下だ。とりあえず右側行こうか。これなんだ？ 25 ロボマネー貯めるか。で、敵との戦い。シールドボット21。重いんだよな、あいつ。いつも、いつも。あー、出た。ジェムの容器が死ぬときに爆発する。あ、それを考えて、あれしないといけないんだけど。これ、ジェム出たね。無効化できね、スナイパーボットで。だから、エナジボで、こうしようか。逆方に置く意味なかった。とりあえず、スナイパーボットここに入れるっしょ。で、起爆入力ボットでも入れとくか。で、シールドボット一発殴ります。あとはこの爆発をどこにつけるかだな。正味シールドボットにつけるのが一番今やりやすいのか。あ、これありだな。で、スナイパーボットでこいつは倒せる。この2マスのうちどっちかに置くぐらいな感じか？いや、違うな。爆発、ここしか置けないのか、今回は。
ジェムバウンドリッパーじゃねこれ。で、こいつを倒す。あれ、爆発しないのこいつらって。あ、爆発のあれをも、が持つのか。爆発属性を持っちゃうって感じか。理解。で、なんか、軽心なんちゃらが来て、孤独な水ボット次出したいけどな。ボムは攻撃しなきゃマジでただの壁だから、無視してよくて、孤独なウィズボットだね、これ多分。殴っていこう。わかったな。よし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 。17、あと8コイン貯めたい。なんだこれ。お、これ、あれだね。カードに追加したいやつね。まあ、スナイパーボットかな。いや、シールドボットじゃね？死に戻りのシールドボットだな、ここは。こいつにこのマークつけたい。右側行かざるを得ないね。どれどれ。エメラルドの容器良くないな、あんまり。強くないな。サファイアの容器。まあ、容器同士で戦わせるか、ここは。僕は戦えないんだけど。エクスプロボット、サファイア、来た、スナイパーボット。ここ、耐えればって感じはするな。まあ、一旦2点殴っといてもらうか。エクスプロボットに1回殴られるっしょ？ここはスナイパーボットなんだよね。で、殴り先普通に目の前で良さそうだけどな。なんかジェムガーディアンが来た。さて。どうしよっか。シールドボットでもいいし。起爆入力ボット。こいつここに置いとくか。で、こいつがこいつを倒す。こいつがこいつを倒せないから。こいつ一発殴っとけばいいんだな。そうだよね。で、ボムは、サファイアの容器でいいと思うけどな。さすがに。今5溜まりました。3ダメージ与えられるんだよね。まあ、ジェムなんちゃらリッパーでいくか。よっ。OK。あと1なのか。いや、あと、なんかあと3、あと3か4ぐらいになった。ボム、ボム。このボムだるいな、正直。正直だるいけど、いや、けどじゃないな。正直だるいです。スナイパーボットごと壊すっていうのも一個の手ではあるが、あるが、まあ、一旦こうでいいんじゃないでしょうか。よっしゃ、来た。お、そして、ビーコン来た。今は？ここなのか、古びたと。次ボスじゃね？そうだよね。